お待たせいたしました本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます本日司会をつ務めさせていただきます本学体育会サッカー部4年長富光平と申しますよろしくお願いいたしますただいまより IPU カン平ヘ大学体育会サッカー部 J リーグ加入者合同内定者合同発表会を始めさせていただきますまずはスクリーンにご注目ください それでは発表会に先立ちまして登壇者の入場です。岩木牛泣内て辻岡佑馬。湯野原山口内い水口博。あ、間違えた。ガイナーレ鳥取内い牛田園。 本学サッカー部監督桂秀樹それではご着席くださいそれでは本学サッカー部監督桂秀樹より挨拶いたします皆様こんにちは そして、えー、本日は12月25日ですので、えー、メリークリスマスですね、えー、IPU 関太平大学う本学のサッカー部の監督をしております、うん、桂秀樹と申しますと本日は年末そして年の瀬のお,お忙しい中、えー、本学、えー、3名のおー J リーグ加,加入内定選手の合同入団発表会を ご視聴いただきまたこの場にお越しいただいた山陽新聞社片岡様そして教職員の皆様誠にありがとうございます本学としましては初めてとなりますそして中地方の中国地区としましても多分初めての快挙となります一度に3名の J リーガーが 本学をこう育っていくということを本当に大変嬉しく思っております。これはひとえにこの3名に関わってくださったすべての皆様のおかげであると心より感謝申し上げます大塚志総長そして大塚あ大橋志総長大橋節子学長 増田哲也理事長、大塚敏弘副理事長、そして大学教職員の皆様、サッカー部スタッフの古谷コーチ、清水コーチ、坂手コーチ、それからチームメートのみんな、そして日頃よりサポートしてくださっておりますオフィシャルパートナーの企業の皆様方、 そしてご親族の皆様、地方で、地域で支えてくださった皆様、小中高と指導に携わってくださった指導者の皆様、それから中国学連スタッフの関係者の皆様、全日本学連の皆様、まだまだたくさんいますが、この場をお借りして、重ねて、 お礼を申し上げます。まあ彼ら三人にはこれらのことを忘れずに今後の活躍において感謝とお礼の気持ちをピッチの上で表現していってもらいたいなと思っております。彼ら三名は高校までは無名でしたけども本学入学後にコツコツと努力を 重ねてきまして、最後は自分の自身、自自分自身の手で、えー、このチャンスをつかみ取りました。そして彼らからも、多くのことを私自身、学びましたし、彼らをそばで、えー、見ていました後輩たちも、この報告を喜んでいますし、大変、えー、刺激を受けているところだと思います。 まあ以上となりますけども引き続きこの三人のこれからの活躍を応援していただければと思います。まあ簡単ではございますけども彼ら三名の今後の活躍を期待して挨拶と解散させていただきます。本日はありがとうございます。ありがとうございました。それでは内定選手より挨拶いたします。 本学サッカー部辻岡優馬より挨拶いたします。こんにちは。まずは大変お忙しい中、このような場を設けていただき、誠にありがとうございます。えっと、二千二十四年、岩系 C. 入団が決まっているんですが。来年からは、敵バジャール宮崎に、育成型期限付き移籍に。で加入することになりました。辻岡優馬です。 まずはプロサッカー選手になれたこと、大変嬉しく思います。家族をはじめ、自分に関わってくれた方々に感謝の気持ちを忘れず、頑張りたいと思います。来シーズンからは、まず試合に出,出,出,ず出ることを大事にして、自分の価値を高めて、いずれは J1、日本代表を,を背負っていけるような選手になりたいと思います。以上です。 続きまして本学サッカー部牛田園より挨拶いたしますこんに、えー、まずはこのような場を開いてくださりありがとうございます2024年シーズンからガイナーリトットイに加入することが決まりました IPU 艦隊平和大学の牛田園ですと幼い頃からの 夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをガイナーレトットイという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います今まで自分に関わってくださった全ての方々に感謝して一日でも早く試合に出て活躍してチームに貢献できるように日々の練習を大切にして謙虚にひたむきに頑張っていこうと思いますガイナーレトットイのファンサポーターの皆様ガイナーレトットイの勝利のために 全力を尽くして戦います。応援よろしくお願いします。続きまして、本学サッカー部、水口博より挨拶いたします。こんにちは。えー、来年二千二十四年度、に、例の山口 F. C. に加入することになりました。 水口博ですまずはこのような会見をしてくださりありがとうございます将来の夢であったプロサッカー選手をレノファヤマ山口 FC でスタートできることにとても光栄に思います、うん、えっとまあプロサッカー選手っていうのはまあ 一番やりがいあると思うし楽しいと思うんですけど、まあ、悔しいことや苦しいこともたくさんあると思いますその中でもっと上手くなるというのともっと強くなるという強い気持ちを持ってこれから取り組んでいきたいと思います。す。応援のほどよろししくお願いします以上ですありがとうございました。 それでは質疑応答に移らせていただきます。この後、個別でも閣議取材をお設けいたしますので全体の、全体へのご質問があればお願いいたします。全体へのご質問される方は挙手していただき、指名されましたら、社名と氏名の後にご質問をお願いいたします。では、ご質問をお受けいたします。 えと内定された3選手にお伺いしたいのですが、えー、とまず、辻岡選手と水口選手は、えー、と今シーズンはえ特別指定で J のピッチにも立ったと思うんですけどもそれを踏まえた上で来シーズンあの具体的な目標例えば何試合に出たいとか、えー、どういった貢献をしたいかという部分を教えていただければと思います。えっと こ今年特別指定選手として J リーグで7試合に出場したんですがやっぱりプレー強度の高さだったりスピード判断の遅さとかは自分の中でやっぱり課題があったので来シーズンはしっかりとも毎試合毎試合,試合に絡むこと試合に出ることを大事にしてその中で結果がついてきたらいいなと思っています。 えー、自分は4試合に出場させてもらったんですけど、まあ、できることもあったり、まあ、通用する部分もあったんですけど、まあ、苦しいことが、まあ、多々あったので、まあ、それを、まあ、楽しくプレーできるように頑張りたいです。 続けて牛田選手にお伺いしたいのですがあのこの時期に内定が決まるというのはなかなか急転直下の話だったと思うんですけどもあのこの内定を率直にどのように受け止められているのかっていう部分をお伺いできればと思います、はいえっとガイナーレトットイの方には4月と8月に2回練習に行かせていただいてでその行った際に 自分としてはあまりいいプレーができなくてちょっと厳しいかなっていう気持ちもあったんですけどその外野ット鳥取の方を始めて方をじめその自分を評価してくださったり自分のことをよく見てくださったりする人がいたのでその人のおかげで自分が入れたなと思います。でまあ 8月練習終わった後も諦めることなくコツコツと練習を積み重ねた結果がこういうプロのサッカー選手として夢を叶えられたのかなと思います続けて、えー、とお,お三方にお伺いするんですけど。あの これからは環太平洋大卒の名前をこう背負って J リーグに出ていくわけですがその辺り、どのように感じられているのかという部分を抱負というか意気込みという部分を教えてもらえればと思います。はいえっと、まずはは、えっと、今年初めててとということで誇りには思って えっと自分が初めてだったので本当に嬉しく思いますしで今でも先輩方はまあちょっと何人かは J リーグにいらっしゃるのでまあ来年としてはやっぱり何回も言ったんですけど試合に出続けることで将来の夢は J1 で活躍することであとは日本代表を背負うことを。 しっかり覚悟を持って戦っていきたいなと思いますえー、IPU 関東慶応大学卒業といったら、えー、水口って言われるように頑張りたいですえっと今回は多分大卒で初めてのプロ選手っていうことになると思うんですけどその 環太平洋大学に恩を返すためにも。試合に出て活躍することが一番大事だと思うので。そこをできるようにしていきたいと思います。桂監督にお伺いをしたいんですがあの三選手の。まあ、あの内定になる。 どういったあの評価一定の評価を受けて内定が決まったと思うんですけども監督から見て三選手のいいところと言いますかどういった点が評価されたかという部分をあのお伺いできればと思いますプレーの部分ではいありがとうございますとど,どういうところを評価されたかというのは多分それぞれの各チームの強化担当者スカウトの方たちから ああまあ、直接、詳しくは聞いてはおりませんので、えーまあ、どういったところを評価していただいて、えー、取ってくれたかというのはああ本当のところはちょっとわからないですけども僕から見たそれぞれの特徴をお話しさせていただきますと、まあ、辻岡選手に関しましては。 やはりあの身体能力のところ体の大きさあそして、えー、体の強さそして、えーまあ、一番はあ大柄で、えー、左利きの選手であると言ったことがあ一番あの評価されたポイントなのかなというふうに思います。で彼はあ中国 選抜に選ばれて、えー、冬の伝送カップというものがあるんですけどもそこでこう活躍が認められてで、えー、まあオファーを受けたという形になりますがああいわきの教科の担当者からあ、えー、聞いたのはあそういった部分をまあ評価したというふうに聞きました。で 水口博選手に関しましてはまあ、高校の時はほとんどこうトップチームで公式戦に試合が出てないといった中で本学に入学した後も2年間かなトップチームの下のカテゴリーのチームで頑張っておりました。そして、えーえー まあ評価を僕自身もすることになりましてで3年生の時にトップチームに挙げさせてもらってでまあそこでもやっぱりコツコツと努力を重ねてで彼も最終的には先ほどのデンソーカップというところで活躍が認められたというところです。で僕から見てやっぱ,やっぱり彼は本当にこう地道にコツコツと。 努力をする選手で,で、まあ、パーソナリティのところも含めて、まあ、そういったところが最終的に評価されたのかなともちろんこう技術的なところでボールを受けてこう配球する能力というものは高いものがあるんですけども、えー、合わせてやっぱりパーソナリティのところもあったのかなというふうに思います。それから牛田園選手に関しましまても 少しもう秋ぐらいからガイナーレ鳥取さんの方からオファーのお話は少しいただいていましたけども、まあ、チーム事情等々で少しこの時期になってしまったということですで、まあ、彼も辻岡選手と同じポジションでセンターバックで,で1 8 0ンチありますしそして辻岡選手と同じように左利きだということで。 で、まあ攻撃の部分でボールのやっぱり配球力があるということをこう評価されて、えー、入団ということに決まったのだと思っております。はい、以上です。もう一点お伺いをしたいんですけど、あの勝監督自身もあの J リーグ開幕の時にはピッチに立たれて。 たたれた現役時代もあると思うんですけども今回この3選手がこう J の舞台に巣立っていくに際して、まあ、こう送り出す言葉といいますかですね戦う上の極意みたいなものがあるのであればちょっとお話をいただければなと思うんですがそうですねだいぶ前の話 <laughs> なので時代が違いますので、えー、今の時代、えーえー がどうなのかっていうのはあんまりこう比べられるものではないかもしれないですけどもやはりこうプロの世界大変こう厳しい世界ですえまあ年齢国籍もさまざまですし家族を養いながらという選手も多くいますしまあそういった中に入ってえー 競争をするわけですから、当然やはりこう厳しい現実が待っているとは思います。やっぱりただその中で、やっぱりこう強い気持ち、向上心だったりとか、まだまだこれから成長できるような年齢だと思いますし、そういった成長を自分自身でこう高められるような。 妨げることなく高められるようなあこう気持ち姿勢取り組みそういったものがあ一番大事になってくるのかなというふうに思います、はい、技術的な部分政治的な部分それからフィジカルの部分なんかに関しましてはあプロのチームに入って徐々にではあ,あると思いますけども向上をしていくことになると思います ただその土台となるやっぱりそういったこうパーソナリティの部分だったりとか強い気持ちの部分っていうのがやっぱりこれから3人には一番必要になってくるのかなというふうには思っています、はい、三選手にあのお伺いしたいんですけどあの後輩の部員たちもまあたくさんいる中でまああの今回、プロにえと行かれる。 三人だと思うんですけど、まあ後輩たちもプロを目指して頑張っている選手もいるとと思うんですけども、まあどのようなこう言葉を残していきたいかなっていうのはありますか。まあ僕が後輩に伝えるってなったらやっぱり継続することが大事だなっていうの思います。まあ継続する中でもこれが合ってるのかなっていう疑問だったり、やっぱり感じると思うんですけど、やっぱり自分を信じる。 ってこととうこ大事だと思うので継続することと自分を信じることが大事だよっていうのは伝えたいなと思いますええー、とまあサッカーが好きとか楽しいっていう気持ちを忘れないで、えー、続けることが一番大事かなと思いますで、まあ、サッカーが好きとか楽しいっていう気持ちがあればおのずと誰よりも練習すると思うし まあ、自己分析もすると思うので、まあ、その気持ちを忘れないで練習とか試合に取り組んでほしいなと A チームだけでなくこの大学には素晴らしい選手がたくさんいると思うのでその技術はプロの世界で通用しても気持ちの面だったり向上心とかだったりそういうところを やっぱ継続してどれだけやれるかっていうのは本当に大事になってくると思うので誰にも負けないっていう気持ちを持ちながら一日一日を無駄にせずやってほしいいなと思います最後に一つだけ牛田君にあの質問なんですけどあの牛田君はおそらく岡山育ちで大学まで。 えと岡山から外に出ずにプロの世界に行くと思うんですけどもあのそういった部分でこうプロを目指す子どもたちとか、まあ、岡山を出ずにこうプロになれるという部分を証明したことになるのかなと思うんですがその辺りどのように感じられてますかと、まあ、どの大学とかどのチームに行っても、まあ、自分次第だと思うのでそのどれだけ強い大学とかチームに行っても 結局自分がやらなかったらそこ前の選手だと思うのでどこのチームに行ってもやり続けるとかそういう強い覚悟を持ってやることが大事だと思いますありがとうございました以上で質疑応答を終了させていただきます次に写真撮影に移らせていただきますカメラマンの方どうぞ前にお進みください それでは以上をもちまして IPU ・関西平和大学大会サッカー部 J リーグ加入内定者合同発表会を終了させていただきます。本日はごご視聴ありがとうございました。